皆様大変お待たせいたしました。2ゲーム目を開始いたします。動きがうるさい。さあこれはでも温まってきていますね、完全に。さあそれではですね、2ゲーム目から参戦する新しいプレイヤーの皆さんを紹介させていただきます。まずはお久しぶり、こちらの方です、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロマージャン協会の八嶋学です。今日はあの危ない選挙ですか。全国からいろんな、ちょっと緊張されてる誰よりも緊張してる、集まってきてプレイできるってことで本当に楽しみに。あれ人狼してる。だけどね、まあ、いつもやるメンバーとあの普段やらない人たちと一緒にやるのがやっぱりいいなと思ってます。でそういうつながりを大丈夫大丈夫大丈夫大事にちょっとひろきさん、しっかり背中さすってあげてさっきからさすってんねんけどね、帰ろう帰ろう今までも、そしてこれからも今までありがとうございました。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 強い強い。内容ないだったらダメでしょ。逆に逆にメンバーかな。これですね、多分ね、花嘘さんが矢島さん緊張されてるということでこの席順になったと。隣の方がね、もうここの空気をもう一定させてくれるキャラクターなんで、逆にいつもと違って緊張するわ。はい、ということでね、2人目スペシャルゲスト、もう素晴らしい面白い方です、どうぞ。じゃあ皆さん行きますね、行きますね、せーの、シャムニチワー。え、シロ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 。来ました、関西わらほろ人狼のひろきです、よろしくお願いします。今年一番感動したことといえば、はい、昨日まで行われていたラグビーワールドカップ、めちゃくちゃ感動しなかったですか。感動したね。あのラグビーってあのフェアプレイで、あの、はい、正々堂々と戦う姿がすごい感動しました。はい、人狼ゲームもそれと一緒でフェアプレイで正々堂々と今日は、頑張りたいと思います。英語で言ってんな、英語で言ってんな。だからだから、そうそう、だから、ワールドカップ、ラグビーワールドカップあるあるを、大人気パプリカに乗せて歌います。どういうことだ。ラグビーのあるある言いたい、ラグビーのあるある言いたい、ラグビーのあるある言いたい、誰かが呼んでる、ラグビーあるあるしたも晴れるかな、はい、ラグビーあるあるいいだ、ラグビーのあるあるいいだ、ラグビーのあるあるいいだ、あるある今から言うよ、世界ランキングの移り変わり早すぎ。ですね、4戦目に関してはシャムネコさんが登場していただけると思います。それでは、続いてのスペシャルゲスト、こちらの方です、お願いします。はい、わしの白さに狼が鳴いた、
オウム神話堂総長アンジェリーフ伊藤です。よろしくお願いします。まあ、結構ね、今回の、写真と、まあ、動画、まあ、皆さんね、見てはる人は見てはるかなと思うんですけど、結構ふざけてもいいかなっていうね、ちょっとね、ガクちゃんからもらって、じゃあネタに走っていいかなと思って、まあ、やったんですけど、案外ね、まあ、関西ではね、結構ガッツリやってはったんですけど、結構他のあんまりボケてへんなと思ってて、ああそんなもんなんやと思ったんですけど、まあ、結構ね、もう僕、まあ、出落ち勢なんかなと思って、まあ、その辺もやって、まあ、今日はきっちりやろうかなと思って、きっちり決めてました。よろしくお願いします。ラクダの後ろにした方がいいか。おっす。おー、さすが。おっす。さすが先輩。おっす。お世話になってるね。ありがとうございます。もうすでにコメントからもう濃いなっていう濃いめの3人さあ、それではですね、続いてスペシャルゲストこちらの方です。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、福岡の人狼ビレッジというお店で店長を務めさせていただいているジャン吉と申します。はい、最近私 GM のイメージがすごく強いと思うんですよ。パンドラの人狼っていうイベントを、最近全国で企画させていただいていまして、まあ、ちょっとさっき天国ルームの方でもお話しさせていただいたんですけれども、はい、今週の火曜日と水曜日にもこのスリアロスタジオでイベントさせていただきます。でそうなんですよ。私は無理やろ。素晴らしい、素晴らしい。こういうのも欲しい、こういうのも欲しい。そうこういうのも言うんだよって思ってまともな人だって書いてあれは普通なのに普通なのに普通なのに安心感ね。すごい安心してください。まともにゴリゴリ人狼釣り殺します。ありがとうございます。コメントではこういうのでいいんだよっていう共感、共感しております。共感させていただいております。前さんに悪いみたいじゃないか。それでは、スリアロ村といえばこの男をどうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の大浜岳です。今日はね、地方主催者村ということで、本当に僕はほとんどの地域呼んでいただいているので、もう感謝しかないので、釣りたくないんですけど、まあなんかもう釣ってもいいかなって人は何か出てきてくれて主催者村なんで心当たりがない顔してるの。はい、実はスリアロ村ってそのゲストのオファーとかって、まあ大体2ヶ月前3ヶ月前とか思うんですけど、この企画だけめちゃめちゃ前からね、半年以上前からじゃないかな、ね、なんか地方主催者村やりたいよねみたいな話をしていて、人狼文化祭があり、じゃあそこでかぶせようかみたいな感じだったので、一番、放送までの時間をかけた放送になっておりますので、今日は本当に主催の皆様はね、応援してくれてる方がいっぱいいると思います。で、特に大将さんはこれ2戦目最後だと思いますので、はい、後悔のないようにこのゲームやっていただければなと思います。よろしくお願いします。名司会さあ、それではですね、続いてのスペシャルゲスト、お久しぶりです。こちらの方です。どうぞ。はい、北海道から来ました札幌人狼一座座長の篠と申します。初めましての方は初めまして、ですね、なんかいろいろと自己紹介考えてはきたんですけど、札幌マラソンのこととかね、なんか考えてきたんですけれども、矢島さんの自己紹介がフラッシュバックしたんですよ。あ、すごい。というのも僕71幕だったと思うんですけど、一度出演させていただいた時に、矢島さんが自己紹介で固まってしまって放送事故ってコメントに書いてました。今デジャビューみたいな。めっちゃ面白かったです。はい、頑張って人狼釣りたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに前回出演された時から、その間、今日の間までにご結婚されて。あ、そうですね。おめでとうございます。ちなみにジャン吉も最近。おお、なんだそれ。で、大浜さんは。大浜さんは今彼女すらいません。離婚したやつおるんやん。離婚したやつおるんやん。スリアロ村、オープニングの、終わり冒頭の男といえばこちらの方です。どうぞ。あ、俺だ。前だ。ちょっと早かったと思います。僕あの歌そこまでしか知らないから。ありがとうございます。
ですね、あ、日本プロ麻雀協会のボタンジ誠一郎と申します。ですね、何を言おうとしたか忘れちゃいましたが、この企画さっきその半年間かけてやってきましたというので、まあ正直、まあ、僕も、まあ、北は仙台、南は、福岡まで、まあ、行かせていただいたことがあって、まあ、僕らの、まあ、感謝の思いというのもすごいありまして、まあ、竹中兄がすごいその思いをね、まあ、背負ってやってくれて、まあ、この企画が実現したかなというふうに僕は思っているので、まあ、呼ばれてる我々としては非常に感謝の思いを返す形で、まあ、この放送できたらなというふうに思います。みんなで楽しくいきましょう。よろしくお願いします。さあ、それではですね、本日最後のスペシャルゲストの方ですね、東京文化祭、人狼文化祭2019の、MVP となります、こちらの方です。どうぞ。花草さん。おはようです。よろしくお願いします。バナナさんに言ってたら、綺麗な、綺麗な、ここに出演することが決まったので、うん、もう本当に出演できないと思っていたので、もう何も考えてなく何も用意してないんですけど、今日は本当に皆さんとほぼ主催者は初対面で人狼をするので楽しくできればと思っているので、よろしくお願いします。イエーイ。コメントがあるんですけど、コウヘイ君は本当に双子がいます。本当に一卵性の、一卵性で双子がいて一緒に並んだりして写真撮ってます。3人で並んだ、はい、コウヘイ、テッペイです。コウヘイ、テッペイ、花房みたいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。残ってない、花房。残れてないよ、僕も。いや、ちょっとね、コメント面白かったんですけど、よし、これでオセロができるなって面白かったですね。さあ、それではですね、役職はすでに、配り終えております。2戦目は役職非公開の状態でお送りいたしますので、視聴者の皆様もですね、誰が人狼なのかをどしどし推理してコメントをたくさんしていただき、盛り上げていただければと思います。ではコメントを閉じさせていただきます。応援のコメントもね、お願いします。それでは、初日の話し合い9分間で開始してください。ありがとうございます。面白かったんで、もう一周いきますか。面白かった。もう一周で足りない。初見やり2分使うから。なんか1戦目もやったんだけど、地方物産展みたいな作戦を各地方からいただけたら面白いかなっていうのが、っていうのはあるんだけど、なんかある人いらっしゃいますか。面白い作戦あるよっていう方。じゃあ提案しましょうか。無茶ぶり答える。すごい人間が強い作戦なんですけど、議論を普通にするんです。で、人狼ってどうやって白く人間っぽくなるかって言ったら、人間って知ってるから、人間に人間、この人は人間っぽいよねって何人か言って、人間から信頼を得たりしたりすると思うんです、人狼の作戦として。それをさせないために、議論で誰かに人間っぽいとか、あの人人間やら白いなって言われたら、自分でカウントしといてください。白いって言われた人で、それが、3か4にしようかな、3にしようかな、3ポイント集まった人は13票目を持てます。ああ、いいと思います。で、席移動しても大丈夫なのかな。あ、大丈夫です。それが何人できるかわからないですけど、3ポイント集まった人から13、12、11、10って集まっていけば、すごい人間が有利になるんじゃないかなと思います。で、人狼も人間に人間って言うと思うんです、それで。だからすごい有利な作戦かなと思います。なるほど、はい、あんまクリア見てる作戦。白いを言っていけばいいだけ。あ、じゃあ普通に議論して、そうですね、OK です。うん、そう、だから矢島さんに不利な作戦になると思うんですけど。え、でも今の作戦を提案したひろきさんは普通に人間要素高いのかなって思います。これでひろきさんが1たまるというような感じで、ひろきさんが1ポイントっていうことですね。はい、まあ、今の練習なので。確かに。質問があって、何回も言える人間っぽいは。あ、でも言っていいと思います。まあ、その場合結構人間と思った時に言った方が、人狼に刺さらないんじゃないかなと思います、ね。うん、まあ、簡単に言わない方がいいね。じゃあ、ね、僕も言ったら、いきなり重ねるんですけど、ひろきさんがすごい人間っぽいなと。隣にいるんですけど、これで人狼だったらすごいなと思って、はい、で、僕は普通に僕は矢島さんが人狼だと思って。はい、じゃあ、ひろきさんを最初に3票目にはしたくないと。あー、一緒。一緒。
きたいなと思ってるのと、普通に大浜さんは怪しんでたけど今の方がちょっと下がったなっていうぐらいを言っときます。その意見の公平が白いと今思ったんで白いって言ってます。白さん行きましょう。はい、今の公平さんの意見もめちゃめちゃ人間らしいなと思ったんで、公平さんにも入れたくて、俺が今、押そうと思ったのは大浜さんです。大浜さんは自己紹介が終わって議論開始直前にもう疲れたなって言ってた。人狼っぽくないなっていうふうに感じました。あとバッシーさんが、バッシーさんがヒロキさんに重ねたっていうのが、あんまり人間相当人間だと思わないと、やんない方がいいって言われたのにすかさず言ったっていうのが人間らしい軽いなと思ったんで、バッシーさんも1ポイントあげたいです、はい、僕は3人にあげて、ただこれ以上はあげないです。あ、俺はガクさんもじゃない。はい、そうです。じゃあ、尖ったことしちゃいますね。今まで喋ってた人間が本当に全員割と人間に見えていて、大浜さんだけもしかしたら人狼かもしれないなって思っています。なので今2票の人を2人とも3票にしたいと思います。ヒロキさんと浩平さんが2票だと思います。じゃあ浩平に質問なんだけど、ヒロキさんにを最初に3票目にしたくないっていうのは、そのヒロキさんを人間だと思ってってことではなく、一応この作戦を提案した人が最終票持ってほしくないなって思ってたんだけど、俺浩平さんにやらないかもしれない。それが一番いいと思います。でもヒロキさん決定票打ちそうなんだな。それは矢島さんのやつまだ入れようと思ってる。大将とか今のなんか怪しい人しか僕見つかってなくて、あ、それも大将。怪しい人言うと矢島さんと大浜さんが怪しいかなと思ってる。挙動だけでね、怪しいと思ってて、ジャンキさんからは何かを感じるので、何かを。でもそれでさらに言うと、ジャンキさんがその最初に喋った人が白いよねって言ってたのが、僕はあんまり最初に喋った人が白いと思ってないので、若干怪しいかなと思ってるので、3点怪しいかなと思っている。大将さんの意見が響きました。今怪しい人を挙げてなかったのに、今一番挙げたのが、人間っぽいなと思いました。挙、うんうん、げてって言われたからです。ちょっと喋りたいんですけど、みんなが話を聞きたいと思っている矢島さんに話を聞きたい。そうですね。みんなから結構、もう白いところが全部黒い集めている、まあ、ポツンとした人間だっていうことをまず分かってほしいなっていうのは、作戦とは関係なく死にそうですもんね。作戦っていうのはちょっと広く走りそうです。今日はもう、もう釣りたくない、死なないでいいなと思ってるんですけど、できれば占い師の人は結構占ってほしいかなとは思っています。広木さん結構外れちゃうと嫌だなと思ってるので、で、白宇佐さんでしたっけ。広木さん で、あと付け加えて言うなら、みんなね、ゲームやりたいと思うんで、僕が釣られてみんな残してやろうっていうふうに思ったんですけど、やっぱり僕もやりたいと思います。あ、そうですよ。かつゲス普段やらない人たちも天国ルーム行った方が告知できやすいんで、行った方がいいと思います。はい、だからむしろ逆に僕が居残ってあげます。優しさ人間だから、人外だったら死んでる。誰かバッシーさんに投票重ねてください。あ、バッシーに重ねて。おー、軽い。俺、ヤジーかバッシーかジャンキチに投票するつもりしかない。あ、逆か、だから投票入れない。あ、入れない。あれ入れて人間っぽいになるんだよね。人間っぽい。じゃあ入れない。そうなんだ。僕はヒロキさんがそこまで人間なし、まあ作戦提案したら人間なしって話は結構言いやすいと思ってて、僕はヒロキさん単体でその発言をしたからそれだけ人間になってると思ってなくて、でそれに容易にこうバン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 って集めてる中に人狼絶対いると思ってて、で特に便乗目があるのがバッシーさんと思ってるから、結構バッシーさん好みで言うと、でもそのヒロキさんがあんまり容易に人間っぽい人に投票しない方がいいって言ったのに、そこにバンってすぐ行けたのはめちゃめちゃ人間だと思いますよ、僕は。やっぱそれは表から出したんで、表から出してるんで、その両方と言ってることは分かる。僕は思ってない。バッシーさんはバッシーさんを操ってるってことでいいんですよね。そうです、はい、そうなんだ。ヒロキさんも白いと思ってないです。その篠さんだけ、アンジェはマヤちゃんどう分からん。私1票目にヒロキさん、まあまあ投票しそうですもん、マヤちゃん。マヤちゃんに投票しそう。あ、どっちかっていうと便座に乗り、早く動く、めちゃめちゃ一番手で行ってた気がしてて、の方がまだまだその動き出す村人かなぐらいな、どっちかっていうとね、割とアンジェに共感はしてる。俺松山さんと話すと喋った方がいいかなと思うんで、はい、喋ります。人間だと思っている人も言います。矢島さん、バッシーさん、シノさん、公平、ここは僕は多分4日ぐらいまで入れる気ないですと言っておきます。人狼かなと思ってるのがアンジェリークさん、マヤちゃん、松山さん3人。はい、松山さん、めっちゃ人間だと思ってるけど、じゃあ喋ってよ。松山さん、はい、人間だと今思ってるのは浩平さんと矢島さんです。なんでヒロキさんは分からない。ただ単に作戦提案者であれが白いって人になってたような気がするので分からないです。浩平は人間と思って最初に思ってて全然構わないと思ってて、
だってなので自分一票入れますね。いや、あ、そうです。今入れたんでいいです。その理由だけ聞いて簡単に。なんかその状況で結構疑われてるのはここしかないっていうのと、あとなんかそれに対して、いいよって言ってたのもあったので、ちょっとなんかに、いや、大川っぽいことではないかなと思ったので、自分は矢島さんは人間だと思って入れます。これ一人一つですよね。いや、いや、別に何とでもいいです。だから今自分だって公平に言った後にこれバチッが減らすのがダメですか？それはいいダメの。バチッさんを減らしたい。減らしたい。ボスマンを増やしたい。ジャン吉。ジャン吉。あ、いいですか。大浜さんの話をもっと聞きたくて、大浜さん、私は人間だと思っているんですよ。で、理由は、白人間っぽいっていう人に対して、票が入るようなことをしてないんですよね。人間っぽいってだけ言ってる。で、疑う人だけを挙げたっていう行動は、人狼だったら多分やる意味がない行動なんで、初日の議論において人間だと思ってるんで、大浜さんのお話をもっとみんなに聞きます。俺今ね、バッシーかヤジンを3秒目にしちゃって、遅い票にさせて、もうそのまま殺しちゃってもいいからと思って先に遅い票持ってるってことは先に出すもん。したら、まあ、そのまま殺せばいいや。なんでこの二人そんな疑ってんの？それがわかんないの。僕はむしろ人間だと思ってる二人って真逆だから、ちょっとむしろ疑ってる。いや、逆にどこが白いんだか分かってない、俺は。え、まあ、でもわかりますよ。僕、まあ、山田さんの味方してる方なんですよ。一応どっちの意見も普通だと思ってますね。矢島さんはあんまり人間に見えない。松井さんの軽さが人間っぽく見えたの。矢島さんが人狼でしょって言うと、ヒロキさんが人間でしょっていうのが人間に見えた。矢島さんが疑われた状態のこの、まあこう言っちゃうんですけど、ヘラヘラしすぎじゃん、人狼だったら。ちょっと、人狼っぽくなくないって思わない？これ浜田さん、親戚友人だな、さっきまででも足ビクビクやってたんですよ。僕、松山さん人間っぽいと思うんで、一票入れるんなら。あんま意味ねえ。僕は最初に。松山票を守ります。試合はそこまでです。一応ですね、これ現場スターからお伝えしておくんですけども、席は別に戻らなくても大丈夫です。作戦の都合上そっちの方が見やすい場合とかは戻らなくても結構です。それでは投票をお願いいたします。投票します、特に意見は変わらなかったんでヤジに入れます。で、僕あんまり今日これでヤジとか人狼じゃなかったら人狼釣れないなって思ってるんで、もう投票中でもいいんで霊媒2人出たら霊媒ぶっ殺したいなって思ってます。投票します。いきなりですけど重ねます。矢島さんと申します。ちなみに僕かなり疑われてて票入るかもしれないんで先に使用します。僕霊媒師です。どうぞ。はいはい、一応私は何ももらってないから先に行きますね。私が投票するのはジャン吉さんです。何か持ってらっしゃるのかなって思った。狼かなって思っちゃってる。で、矢島さんのことも怪しいと思っている。投票します。そうか、石橋さん出たか。僕も結構ね、霊媒釣り切りたいというふうに思っていたんですが、ただ石橋さんは最初から堂々としていて真の霊媒師かもしれない。で、結論で僕今日、マヤちゃんに投票します。一番やっぱり情報が落ちていないし、人間らしい行動も見えなかった。投票します。自己紹介の時から悩んでました。矢島さんを人間だと知ってる占い師です。このままだと死んでしまうと困るし、自己紹介の時から何しとんねんって思ってました。大浜さんどうかな。矢島さんに釣りをそこまで押さなくてもよかったと思うんですよ。意見が強すぎるから人間かもしれないと思っている。ぬるっと人間しか今投票が集まってないと思って早めに投票したまやちゃんが人狼かなと思うので、まやちゃんに言います。あ、投票します。はい、花瀬さんのことをとても信じています現状。議論中からごめんなさい、言うタイミングがなかったんですけれども、人間だと思ってます。投票は、マヤさんにします。3票目を重ねます。疑っています。はい、投票します。アンジェさんに投票します。大将さんのことはだいぶ人間だと思いました。疑わしいというふうに挙げたタイミングだけど、その後に疑わしい人を挙げたのが、一番タイミングとして人狼の可能性が高いと思ったのがアンジェさんでした。投票します。いや、マヤさん怪しいっすけど何かしらありそうだなっていうのはちょっと感じちゃいましたね。で、花浅さんは、矢島さんをかばってる感じで、まあって強靭かなっていう感じを出る前から思ってました。黒は出ないだろうなと思ったんで、花浅さん釣り位置じゃないなって今日は思いました。で、初日の議論中に結構顔色が、後半で暗くなったのが松山さんだったので、松山さんに投票します。重い票になりますけど、まやちゃんに入れます。疑っている位置は他にあんまり見つかりませんでした。矢島さんとか花さんの位置のまやちゃんは結構怪しいと思いました。隠れてるんじゃないかなっていう意味で、それぐらいですね。すいません。そうか、じゃあ私が行こう。
投票はね、残念ですが、ガクさん結構逃げんと思ってて、バッシーさんまだ2000もあるかなと思ってますかな。花さんわかんないですうん、まあ行こうか。ちょっと2人に任したぜ。松山さんの投票をどう評価するかですね。人間だとしても他の人間にも投票をしても、まあ、矢島さんを守れないからっていう理屈は通るんで難しいところですね。松山さんに投票はしますが、この一々進行どうなんでしょうね楽しみ。投票が始まる前は、3票もらって、その他に2票1票もらってた矢島さん、バッシーさん、篠野さん、大浜さんかなに入れようと思ってました。その、議論が停滞したんで、その中に、人狼がいて入れにくいんじゃないか、人間って言いにくいんじゃないかと思って入れようとしました。しかし松山さんの4票目がやはり気になっていて、まやちゃんは、少なくとも人狼に入れられてる可能性がある。あの段階で4票も集まってるから、花さん以外に3票で松山さんに言います。お願いします。ひろきさんが言ってくれたことが、結構思ったので多分人間かな。大浜さんの思考も人間だと思ってました。で、まえちゃんが霊媒師出た時に、ためらいもなく出たのが人間の思考っぽくないから人外っぽいなと思ってるんですけど、さすがに釣り殺せないので松山さんと決戦にします。投票の結果、本日は松山さん、まやさんの決戦投票です。お好きな方から弁明をしてください。投票棒はそのままお持ちください。はい、じゃあ先行きますか。私、あー出たくなかった、私が預言者です。なんだからもう花浅さんが、うん、どっちだろう、狂人で矢島さんご主人様と思って出たのかなって感じです。まあ私が今日初日に人間だと知っていたのはひろきさんです。うん、くらいかな。だからやっぱ花浅さん、矢島さん、ジャンキさんは分かんないけどちょっと見たいとは思っている。以上。そう、まあ、確かに、大将さんは多分言ってたんですよね。まやちゃんが何かあるんじゃないかと思ってるって言って、だから決戦で、自分がなったんですけど、それで良かったかなと思います。現状花さんもまやちゃんも芯がついてないので、分からん。これは俺が釣られていいかなって思いました。はい、それではお二人の弁明が終わりましたので、松山さんに投票されたい方数字の1番を、まやさんに投票されたい方数字の2番を指で出していただきます。投票先が決まりましたら手をグーで前に出してください。全員されましたら投票を行います。それでは投票に移ります。投票3、2、1、ボン。それでは1番、まやつやまさんに投票されている方手を挙げてください。1、2、3、4、5、6票です。では2番、まやさんに投票されている方1、2、3、4、5票。投票の結果、本日処刑されるのは松山さんです。遺言を残してください。はい、なんか普通に俺取られるかなと思ったけど6号で置かれました。まやちゃんが狼、まやちゃんが、まあ、どっちかも分かんないですけど、狼だった場合は俺に入れた票を、分かった場合は入れて、洗ってください。高橋先は分かんねえな矢島さん、俺は矢島さんが白いと思いました。公平と矢島さんは白いと思いました。ひろきさんは分からないです。そのぐらいです。自分の中ではその2人です。頑張ってください。それでは松山さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。天国ルームに行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は池田さんです。おー、ワンジェ。それではご移動お願いいたします。では2日目の話し合い8分間で開始してください。おはようございます。まずイベント霊媒が他にいるかどうかだけの確認ですね。いないですか。伊勢でいいじゃないですか。あ、一世らしいチャンスない、はい、なので一応怖いのは、まあ、占いが死んでる可能性も一応ある。うん、何2000に出てる、まあ、まあ、いないんですね。まあ、もし、後で絶対ないですよね。霊媒は霊媒なんですけど、はい、うわ、なんかそれ以上は信用しませんみたいな感じになりそうな空気を感じてるので、とりあえず出ときますが、とても信じています。まあいいや、しょうがないね。はい、結果いきましょう。結果同時出しよう、はい、じゃあいきます。3、2、1、ジャンキーさん人間、はい、
そうだよね、こうなっちゃうんだよな。え、フランスさん、フランク人間、はい、フランク人間ください。フランク人間、私は昨日も言っていた通りジャンキスさんのことを、あの、私は自分が預言者だから何か持っているイコール結構狼の可能性が高いと思っていて、でジャンキスさんはやっぱり見ておきたいところでした。マヤちゃんの動き昨日全体の何票目ぐらいに入れ、その時自分が何票持ってたかをちょっとみんなで共有しておきたい。クソニセだと思ってるから。マジで、マジで、マジで、花さんの後なのかな、投票が。いや、バッシーさんの後で前ですか。前です。あ、そうですね、前やから。そうですね、バッシーさんが出てマヤちゃんが持っていて、でそこが僕の推理と占い理論につながるんですけど、僕はマヤちゃんを人狼だと思ってました。思ってましたなので自分は知らないと思っていたので、人間にしか投票が集まっていないことを指していて、マヤちゃんが投票早くした、その状態で僕とか人間がまやちゃんに集めて、一番最初に松山さんの票をぶらしたのが五段次くんだったので、五段次くんを占いました。でその後にひろきさんと浩平くんも松山さんに入れたんだけど、決戦で一応二人とも入れたので、二人は決戦で切っている可能性は一応あるけど、今日は占い師じゃないかなと思って、どちらもまやちゃんに入れなかった五段次くんを占った人間でした。はい、私が言いたいのは、まずひろきさんを初日知っていたので、ひろきさんには投票が集まらないと思ったから、で私は初日に出る気がなかったんですよ。だから後ろに持っちゃうと自分が役職を持っているっていうのがバレるのが嫌だから先に行きました。前明らかに言いたいんですけど、ひろきさんは死ななそうだったけど、昼間の議論で自分がまあまあ死にそうな位置に上がりかけてた自覚はなかった。私は五段次さんから言われて、何人かを疑ってた記憶があるんだけど、そうそう、じゃあ体感を、まあ、みんなで共有した方がいいと思うんで、まやちゃんを初日に疑ってるっていうふうに口にしたっていう自覚のある人です。多分ご丹治さん、まあまあ議論中か、まあこの、うん、まあ、で多分その程度だと思うので、まあ、人によってその差があるので、それは共有できないと思います。ちょっと話していいですか。僕は今、予言に関しては花笠さんを信じていて、霊媒に関してはバシーさんを信じています。バシーさんは、ヤジーさんに2票目を重ねるというところで自分に票が入らないように霊媒師使用した。五反田さんに関しては、人間だと思われてたわけでもないと思っていて、その上で、今日出てきたっていうのが結構強靭だなと思っていて、はい、占った位置としても花笠さんが疑った位置っていうのはすごいしっくりが来ているので というか、あ、ごめんね、先に一言するので、はい、それが本物だったら投票の時に使用してほしかった。あ、そうですよね。うん、僕は篠さんと予言者の、神話は一緒なんですけど、五反田さんが本物だと思っているのがあって、昨日襲撃されたのが、アンジェさんですよね。本物と狂人、本物が出てたら役職って抜きたいと思うんです、人狼が。だから、狂人が、出てると思ってるんです。あ、じゃあ、ごめんなさい、もう一回言います、待ってください。なんとなく分かる。だから、花房さんの城が五反田さんに育った時点で、五反田さんに狂人がないと思うんです。狂人、だから、五反田さんの方が死ぬから。今日の処刑対象を決めなきゃいけないのと、松田さんに、入れた票だけを表してほしい。松山さん、はい、ま、松田さんに、じゃあ、まやちゃんに通常票で入れた人はまず右手を上げてください。はい、そのまま上げたまま、決戦で入れた人は左手上げてください。はい、はい、っていう感じですね。ですね、はい、はい、そして少し喋らせてください。まやさんが偽物だと思う理由は2つあります。1つはもうご自身でも言ってらっしゃったんですけれども、うん、いや、何かあるんじゃないかって言って投票をしていること、はい、予言者だとその言葉なかなか出てこないと思います。うん、もう1つは、私を疑ったことです。ひろきさんは私が人間だと思うって言って3票目を上げて、12票目、13票目になる位置に上げた人間です。あなたが人間だと知っていたなら、うん、私は人間に見えるはずです。あ、いや、ジャンキチさんのことを疑った、はい、っていうのが、あ、先学さんいきますか。あ、じゃあ僕も2つだけ喋るね。今日俺はまやちゃんしか殺すつもりがないから、うん、霊媒師の話、明日でいい。霊媒師の話はすごい、ちょっといい、明日で良くない。あ、だから僕スーパー誘導したくて、あ、ひろきさん喋る。あ、でもう一個で話に行くで、ちょっと待ってね、まやちゃんが人狼だった場合でも俺は人狼決戦でも入れるぐらい怪しいと思ってる。俺は村人なんだけど、俺人狼でもまやちゃんが人狼だったと決戦に入れてるんで、うん、決戦だけ入れてる人は、だからひろきさんをちょっと疑ってる。ペアじゃない、ペアじゃない。まやちゃんは喋ろうとしてました。まやちゃんに喋らせるべきです。まやちゃんの擁護させてくれ。はい、大浜さんが不自然なのは昨日、まあ、矢島さんと石破さんを疑っているというふうに言っていた、うん、でそれを花房とは反対の意見になった。つまり花房が狂人で自分が怪しいと思っているうちを狂人でもう無理だと思って人間と言ったっていう可能性を考えずにまやちゃんに投票している。決戦でも投票している。
ちょっとかなりブレてると思うぞ。大浜さんは相当人間だと思う。むしろ人間っぽくない？人間っぽくない？分かった。まあ俺の話は今日はいい。お前ないじゃん。なんか結構私に集まりそうなので、多分私が対抗を選ぶべきですよね。うん、でも多分みんな入れてくれないでしょ、花浅さんに。花浅さんに、花浅さんを対抗に挙げて入れてくれる人いますか？レバイシ。バッシーさんなら。バッシーさんが狼の可能性、マヤちゃんが狂人の可能性もあると思ってるから、バッシーさんかマヤちゃんがいいかなと思って。オーケー、マヤちゃんと共に戦おう。提案をします。提案をします。はい、いいですか。はい、上もう一日行きませんか。いや、行きません。それがいけないなら、はい、いけないと僕は思うので、じゃあ霊媒師行きましょうって僕は思って。あ、行きます。はい、いけない理由だと。はい、釣れる気がしないっす。はい、広い方がまとまってないと思うんで、もう多数決で先に決めてしまいませんか。人狼三匹いますよ。人狼三匹で多数決行きますか。人狼は多数決のゲームだと思ってます。それはそのとおり。それは確かにそうです。それはそのとおり。これ多分、私が先に太鼓を上げた方がいいですよね。そんでその人と私が喋るべきかなって思っていて、で、わかりました。ボタンジさんが仲間。いや、わかんない。そんなに信じてくれてるけど、わかんないじゃん、ぶっちゃけ。マジか。早めに島さん、まえちゃんを殺し続けてるってことで、こういうくんなら早めに行きましょう。じゃあ分かった。じゃあただまえちゃんが喋れば喋るほど俺死ぬやろ。バッシーに入れられなくて、僕は花浅さんが死んだと思ってて、小谷さんが狂人だと思ってます。で、で、なんでバッシーさん村の一人ももう分かると思うんだけど、小谷さんはまえさんを信じる理由はよく分からないと思うんですよ。まあ、信じてはいないな。じゃあ石橋さんに聞きますけど、花浅さんを死んだと思ってます、はい、で矢島さん白が刺さってます。初日の段階では矢島さんのことを若干怪しいって言ってるけど、はい、それはもう撤回されたってことでいいですか？撤回はしないですけど、そう、はい、はい、僕はかなり死んだと思ってるんで、はい、へぇ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 、だって昨日の時点でさ、松山さんの人間だと思ってまやちゃんに入れてる人もいるんでしょ。提案したくて、はい、ひろきさんどうぞ。まやさんと皆さんね、まやさんと花浅さんなら、すごい審議がついています、うん、花浅さんを一日でも守りたいためにまやさんを残して僕は石橋さんに行きたいと思います。違う、グレーを釣ったって霊媒釣ったって今日噛まれるのは僕だ。もうこの信用さ、僕が噛まれる。そして今日ひろきさんを占う、うん、でも石橋さんに俺は行きます。話し合いはそこまでとなります。それでは投票を行ってください。喋ることはないね。はい、はい、私が先でしょう。さすがに決めた。学さんにするわ。学さんが狼にじゃあかけるよ。ぶっちゃけ霊媒師はまだどっちが本物かわからないし、私が本物の予言者なの、うん、でジャンキーさんに言いたいのは、私は自分が予言者だから何か持ってそうな感じはもう狼の可能性が一番高いと思っている。だって霊媒師も出てたじゃん。はい、先ほど提案した通り、石橋さんに言ってください。なぜなら、花様の占いもしてほしくないから言います。霊媒師です。狂人、ボタンさんが狂人で石橋さんが人狼だから、石橋さんに行きたいってなってます。霊媒師の行動です。ボタンさんは大浜さんを釣りたいと言ってた狂人です。グレーに行こうと言ってた。それを信じてください。うわー、うわー、どうかってやつですかこれ。まあひろきさんから出てきたならいいんじゃないですか。全然で別にまやさんのシーンも別に終えるし、わかんないんですよね。僕目線は、まあ、若干まやさん、初日投票の時も言いましたけど、若干何か持ってるなっていうのは思ってたんですけど、うん、だからまだ花浅さんとまやさんがそんなにめちゃくちゃ審議差ついてるっていうほどではないです。73ぐらいで花浅さんかなって思ってるぐらいです。これはあれだな、多分花浅が本物だな。いや、ひろきさんは多分花浅に占われるから出たか。ってなると残りの人狼はどこだ。いや、大浜閣は本当に違うかもな。昨日役職に行かなかったから松山さんが死んだと思っていて、故に今日ローラーするのがものすごく弱いと思ってる、まあ、故に勘繰りに行くっていうのは普通だと僕は思ってるが、さすがに霊媒さん死は無理だ。投票するならひろきさんがいいと思うんですよ。難しいけど、霊媒師ひろきさんが西伊豆の占い師のまやちゃんにそもそも入れることがおかしいんですよ。占われちゃうから。
さっきのボタンジクと同じ理屈で、だからバッシーさんを結構本物だと思っちゃってるけど、マヤちゃんに行こう、霊媒師決め打ったらって思うよ。マヤちゃん行って僕噛まれて連髪されて、そこからグレーの投げ合いしつつ、霊媒師決め打ちつつ、グレーの精査をする進行いかがでしょうか。バッシーさんは死なないでいただきたい。議論中は、マヤちゃんが、不利な議論になってしまったなというふうに思っていて、話す機会をあげたかったんですが、僕は花澤さんが本物だと思っているので、マヤちゃんに投票します。本当に、花澤さんが言った通りで、花澤さんがおそらく今日噛まれると思ってます、はい、なので今日のうちに、予言の真偽を決めた方が早いと思います。噛まれなかったら花澤さんの意見を追います。以上、投票します。ひろきさんが本物の時の気持ちがわからないです。その場合霊媒師の内訳はほぼほぼ狂人と人狼ですよね。人狼と人狼って出るわけがあるからはい、ってなったら予言の内訳は本物と人狼ですよね。マヤさんがこれだけ疑われていて、おそらく人狼でしょう。でもし白だったら翌日に情報を蓄えて出てもよかったんじゃないですか。黒だったら、マヤさんを釣った上で、人狼だと思う、まあその場合は、バッシーさんもおそらく人狼でしょうっていう議論の組み立てができたんじゃないかと思うので、ヒロキさんのことを強く見せたと思っています。なのでマヤさんに投票します。投票します。ジャンキさんの言ってたことはすごい、僕の中には刺さりました。そうですね、ヒロキさんの出方に関しては僕も、少し疑いを持っています。まあ、花房さんから炙られて、出てきた狼のように感じています。そして占い師はやはり花房さんが本物だと思っています。今日はマヤさんを釣っていただきます。あ、まだ2票ある。5票。投票です。投票します。誰が持ってるか分かんないなっていうのが、で、正直マヤちゃんが狼でヒロキさん狼のロールをちょっと追っちゃってるんだよなっていうところですね。でしょうがなく出ただけじゃないかヒロキさんがと思ってるのと、花澤さんは、初日、マヤちゃんの白がヒロキさんってことをちょっと焦ったかなっていう感じですかね。マヤちゃんでいい気がするけど、一応バッシーに入れて最終票誰かちょっと見るわ。最終票僕なんですよ。ですよね。ですよね。死んだ。死んだよ。死んだ。いやー、なんかサクッと、マヤちゃんが偽だとは思ってるんだけど、こんなサクサク集まるのはおかしいなと思いつつ、やっぱりボタンジさんが狂人で、人狼で出てくる3人目、いやー、とりあえず、昼間の議論中は僕は花房さんが死んだと思ってやってました。なのでボタンジさんは狂人だと思います。はい、じゃあ意見だな。カメラ前です。で、ボタンジさんが狂人だと思って、その狂人センサーでガクちゃんを疑ってたと思うんで、ガクちゃんは人間だと思います。はい、よし、処刑さん、はいはい、やったやった。投票の結果、本日処刑されるのはマヤさんです。遺言を残してください。ヒロキさんが霊媒3人目で出てきたから、まあ、花浅さんは絶対狼ということが分かって、で花浅さんがやっぱり初日にかばってたように見えたから、やっぱヤジーさんと老老なんじゃない。でもそれだとおかしいよね、そっちにも出てるから。あ、でもそうか、だから花浅さん、ヤジーさんで霊媒師の誰かってことじゃない。なんかバッシーさんはさっきのなんだろう感じで狼というよりも狂人っぽいかなって思ったかな。ご誕生さんかひろきさんが狼なのかなって感じです。以上。本物だからな、本物だから。お前だけよ、マジで周りのテンションやばい。それではマヤさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。天国ルームに行ってらっしゃい。何これ恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は
花うささんです。花うささんは天国ルームの方にご移動お願いします。一瞬公平さんかと思った。それでは話し合いを開始してください。おはようございます。じゃあレバー結果同時にいきましょうか。う、ね、3、2、1。人狼です。人間でした。人狼です。うん、なのでひろきさんが狼で出てきたみたいな形。ひろきさんに質問したいんですけど、はい、初日にバッシーが霊媒使用しました、はい、どういう気持ちで見ていましたか。はい、出る気はなかったですね。まず、初日に出たらローラーされるって誰か言ってましたよね。ローラーするって言いました。大浜さんが言ってます、はいはい、そうそうそう、全然出る気はなかったです。はい、で同じ気持ちです。あ、僕が出た時はっていう。ご誕生が出た時は、あ、で、昨日霊媒師になんとか投票を持っていこうとしました。預言者に皆さんが投票を促してた時になんとか霊媒師に行こうとしてました。それは、霊媒師を早く2人を処刑したかったんです。偽物が2人で。で、花浅さんが襲撃された後にまえちゃんでいいと思ったからです。かな。しかも出ないで2人を釣り殺せば、もっといい結果が出ると思ったからかな。で、占われんのももったいないと思ったんですよ。僕を占うって宣言してたから。いいですか。はい、やっぱりひろきさんの潜伏する気持ちが一番わからない理由を言いますね。はい、あの流れのまま、まやさんがそれでも死ぬ可能性が高かったと思うんですよ。うん、で、まやさんが死ぬじゃないですか。はい、で、霊媒凶労の結果が両方白で被って、はい、その後で自分が噛まれてる、もしくは後から出てくるパターンっていうのを考えませんでしたか。ね、ラストウルフを見つけれるんですよ、花浅さんって。僕目線で最後の人狼なんですね、グレーの中に。はい、で、それを見つけてほしいから占いを減らすために出たっていうのもあります。僕占ってしまったらもったいなくないですかと。あ、じゃあご誕生方も喋りたいことがあるだろうから、その後にちょっとだけ喋りたい。あ、まあ別にっていうか、石橋さんが普通に人狼だったっていうのと、まあ序盤に大浜さんは出てほしいとか、まあ花さんもそう言ってたんだけど、まあ正直なんか雑な狼狽になるっていうのがそもそも嫌で、まあ、それで出なかったっていうのがあるんですが、でひろきさんはやっぱり花房が本物で見つかるのが嫌だから出てきた人狼っていう形ですね。あ、これちょっと先に喋らせて、花房がかぶれたことによって別に役職は決め打つ必要がなくなりました。決め打ってもいいし決め打たなくてもいい。決め打たないんであれば申し訳ないけど霊媒全員ぶっ殺してあとはグレーの精査をすればいいと思ってる。どっちがいいですか皆さん。それで勝てると思うならそれでいいですけど、僕は霊媒決め打ってニナワをグレーに使った方がいいと思います。霊媒師を決め打てる理由があると思っていて、まずボタンジさんだけは絶対偽物だと思っています。理由は予言の内訳がご丹治さん目線信教で決定しました。うん、霊媒の残り2人は人狼2匹ですよね、ご丹治さん目線。はい、ひろきさんは、信教の内訳の予言者の釣りの議論をねじまけてまでバッシーさんに投票を集めようとしました。なのでご丹治さんは偽物です。この2人の人狼が絶対にありえないと思うから、うん、そうですよね。そうです、で、ご丹治さんの発言でおかしいと思ってほしいのが、昨日、大浜さんに行こうとしたこと、マヤさんという偽物っぽい予言者がいる対抗の霊媒師がいるとこで、グレーに行こうって言ったボタンさんは本物だと思われてました。ひろきさんに質問したいんですけど、はい、ラストウルフ誰だと思いますか。それを今から推理したくて、あ、まだしてない。してない。うん、まあまあ、してないなら聞きましょう、聞きましょう。今から考えるって言って、今から考える、うん、じゃあ小平さん、まやちゃんに初日投票した人とか洗った方が絶対いいと思っているんで、まやちゃんに入れた実績がある人は手を挙げてほしい。もう一回、通常入れた人は右手挙げて、もう一回、あ、通常右手、決戦左手、うん、からここはやっぱないんじゃないかなってなると、うんうん、目線では篠さん、大将さんしかないかなって思う。それはでもね、これ篠さんも結構無駄だと思って。かつ石橋さんに初日入れた人とか人間っぽいって言った人、あ、いるかな。俺バッシーは殺す意思はあった。うん、 OK です。はい、ジャン吉一応な決め打ちそうだから一応言うんだけど、僕は一応霊媒結果を撤回します。結果は人狼だったのね。なので今現時点では狂人に見えてるんですよ、僕のことが。人狼目線には。で、まあ、石橋さんが狂人だと僕は思ってるんですけど、故に、いや、決め打つならちゃんと言うべきだなと思っていて、決め打たないならあんま意味ないと思ってるんだけど、ちょっと決め打つみたいな発言があって、結構ジャンキチョ人間だと今ので思ったので、これだけはちゃんと言っとくわ。霊媒結果は人狼で確定です。その前に早く言いたかったのが、ひろきさんから釣りませんかっていうのを僕は提案したいです。霊媒師並びます。今し並びましょう。ごめんなさい、ジャンキチ君が向こうにいた理由って何かある。私はどの目線でも絶対人間だと思います。人狼の可能性が最も低い。一応フェアにやめとこう。フェアに言うには、矢島さんだけが向こうに行くべ。まあ、いや、ごたんさんもです。俺のか。そ、俺は白だな。ごたんさんって釣っても白です。そうなんですよ。それを言いたくて、ごたんさんって会って強靭なんですよ。はい、なので、ごたんさん以外から行って、ごたんさんの精査は、後でいいかなと思っているということを言いたかった。はい、
僕もね、石破さんからそら釣ってほしいんですけど、どっちみち黒黒っていうだけなんですね。あの、わかります？あの、小谷さんが強靭決定なんで。やべ、おはようございました、うん、それなら全員釣ってくださいっていうこと。あ、俺全員釣ってもいいし、死の大将公平の精査以外するつもりがない。ヒロキさん、黒黒で揃うというのはどういうことですか？え、白結果を出す可能性結構あるんじゃない？あ、違います。ボタンさん、僕目線ね。ボタンさんが強靭なので、石破さん黒です。石破さんも俺のこと黒って言うでしょ？ボタンさんが白なんで。なるほど。だから一緒やから、それならもう何も考えずローラーしてもらいたい。ソウルフの精査しましょう。うん、ていうか、多分ローラーしていくと最終日が多分死の大将、公平の3人が残ると思ってる。だから、お互い、まあ俺も含めていいから、そこがもう疑いを。大浜さんは人間と決めるってます。うん、多分その3人が、うん、いやだって、初日と2日目のマヤさんの殴り方的にはおはんさんは村かな、うん、だから噛まれていくから僕、うん、僕とかジャンキシは多分噛まれていくポジションになって、最終日の3人は死の大将公平です。ほぼあ、で現状は僕は公平さんの方だと思ってます。私は初日マヤちゃんに殺したいって言いながら、松山さんに並べ最終で結局、マヤちゃんに投票するっていう意味わかんないことをしてるんですよ。俺は昨日言った通り、原尾さんに言った通り、決戦だけ入れた人は別に白くないと思ってる、うん、それは自分も含めていいから白いと思ってない、それは白しにならない、うん、それよりかは大浜さんは議論中にかなり言ってるので志村かなと思ってる。で篠さんに関しては結構初日から僕のことを白で置く、議論中もまあ、全く同じの位置なんであんまり疑いづらいっていうのが。翔さん初日誰に入れましたっけ？松山さんです。松山さんです。僕アンジェさんに入れて、アンジェさん噛まれちゃいました。はいはい、大将さんかな。大将さんやと思います。はいはいはい、松山さんに何票目入れました？1票目かな。1票目です。真矢さんが、なんか持ってそうだなって言いながら松山さんに入れました。それね、小谷さんを残すのだけはやめてほしい、白やからって。皆さんの意見で言うとどうめっちゃ響いてないぞ。僕はひろきさん、ごたさんつって、うん、バシーさんを残したいと思ってます。ああ、一緒です。一緒です。ああ、それは負けます。絶対に負けるんです。それは。それは絶対に負けるからやめてください。負けるんだ、それは。辛い。それでは議論時間終了となります。投票を始める前にここから有料放送限定に切り替わりますので、大浜さんがですね、有料放送切り替えるということが分かっていたので、分かっていたのでそのまま率先して立っていただいたんですよね。ありがとうございます。それでは大浜さんの切り替えでいきましょう。どうぞ。スリアロ村始まりまして、6周年そろそろ経ちますね。百幕皆さん下北沢でお待ちしております。よろしくお願いいたします。お普通ぞ。お願いします。からのからの、それではですね、運営のスタッフ、有料放送切り替えにお願いいたします。ニコニコ生放送フレッシュの方でですね、ここから有料放送切り替えとなっております。では、有料放送切り替わりましたので投票を再開いたします。それでは投票をどうぞ。はい、もちろん僕が騎士の可能性もあるんですけど、死の大将公平騎士が出たら今日出るべきです。絶対にこの3人が最終日に残る3人だから、明日今日騎士と出てくれれば、議論つかまなくて済みますし、大体勝ちです。明日以降、例えばジャン吉八島大浜が噛まれた後に騎士と出たのは信じませんと言っておきます。今日出てください、ヒロキ。いや、残ってないんじゃないですか。で、ヒロキさんに言っとくと、僕らソウル想定ですよね。で、ご丹治さん白刺さってますよね、芯から。で、石橋さんが確定で狼、その石橋さんに対して 2日目にマヤさんじゃなくて僕は石橋さんに入れてますよっていうことぐらいかな。で、ずっと霊媒師に行きましょうって僕は言ってる。君目線ずっと強老だって思ってる中の狼にずっと入れてる。議論で、大浜さん、浩平さん、ジャン吉さん、篠さんが人間だと思えたからです。はい、投票は、少し白いかもしれませんが、大将さんがラストウルフだと思ってます。お願いします、つってください。残すと負けます。しょうがない、出てきます。騎士です。騎士なんですよ。今日グッジョブ出せる気がしてたから出たくなかったけど、大浜さんそう言われると出るざるを得なかったですね。まあ、今日はひろきさんでいいと思います。投票します。ひろきさんに投票します。
多分ね、僕が人狼のパターンってバッシーさんが人狼の時しかないです。はい、花澤さんに、人間らしいというふうに言われて、バッシーさんとヤジーさんを初日にかばう必要がありません。はい。投票します。投票はひろきさんにするんですが、ひろきさんって今日だいたい釣られると思うんですよね。なんでひろきさん最後に大将さんを疑いかけたんですが、僕はまだここで切り合ってる可能性も考えてます。まあ投票はひろきさんにするんですが、難しいですね。スタートの時点でも人狼は、花宇さんは本物か狂人かは分かってないとは思うんだけど、まあスタート地点で結構人狼はその偽の人狼占い師を把握してるので、まあなんかそのなんか投票上で白要素みたいなのを言われてもなっていう感じです、正直。なので一人一つずつ白要素があると思った前提でまあ議論は進めてください。篠さんの人間トーク要素は正直ないと思ってます、僕は。投票しましょうか。ひろきさんに投票をします。ひろきさんのことを人狼だと思って投票します。ごめんなさい、やっぱり何度繰り返し反芻して考えてもひろきさんが本物であるときにマヤさんが処刑される議論をねじ曲げてバッシーさんに行く議論を本物の霊媒師でもやらないと思うからです。それだったら、そうですね、はい。で、ごたんじさん、バッシーさんを残すことを検討してください。これはマジで。ごたんじさん。ごたんじさん、ごめんなさい、間違えた。ちょっと待ってください。ごたんじさんは、ごたんじさんはバッシーさんを殺しに来ます。それはそうだ。はい、内訳はマヤさんが人狼、ヒロキさんが人狼。で、この二人の精査が難しい。シノさんがちょっと高いです。大将さんは、今日一票目でヒロキさんに投票したことはすごく評価できることだと私は思っています。はい、今日はひろきさんでいいと思いますが、僕もそろそろ天国に行きそうなので憂いの精査、浩平さんが、決して出てくれたのが、嬉しい限りです。浩平さんもちょっとだけ疑っていましたが、そうですね、霊媒者石破さんが本物だと思っています。ご男児が狂人、ひろきさんが人狼、そして憂いの中の人狼は僕の考えを一票入れておきます。はい、投票の結果、本日処刑されるのはひろきさんです。遺言をどうぞ。まあ、考え方が違うかもしれないですけど、潜伏したままやっぱ霊媒師を釣るっていうことが一番霊媒師として強いと思います。出たら本物の霊媒師っていうのは絶対にローラーされるし、なので僕が出た限り絶対ローラーはしてください。石橋さんのことを本物と言っている3人がいるからこの村が負けに導かれます。絶対に小谷さんはほっといてもいいけど、で推理で大将さんが人狼だと思うので、僕は人狼だと思ってもいいからローラーしてから大将さんを釣ってください。お願いいたします。それではナッパさんを処刑したり、ナッパさんじゃない、ナッパさんじゃない、ナッパさんじゃない、ナッパさん今ディズニーランドやから。処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。天国ルームに行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け朝が来ました。昨晩の犠牲者は浩平さんです。浩平さんは天国ルームの方にご移動お願いいたします。白宇佐さんね、白宇佐さんが。それでは話し合いを開始してください。おはようございます。じゃあ結果を3、2、1、普通に。ちょっとだけいいですか、はい、大将と篠さんに聞きたいんですけど、ひろきさん何者だと思ってますか。人狼。僕は出るまでは狂人かなと思いました。今は今人、でもね、俺どっちかに芯がいると思う。答えを言ってほしいんです。どっちかに芯がいると思うのでオオカミです。じゃあ2人釣られてください。そしたら村が勝ちます。言ってることわかる、はい、同じ点をしようと。あ、言っていいですか。あ、シンがいると思うんで今日僕ずれていいです。ひろきさんを人狼と決めつんであれば、まあ、俺はジャンキシは疑っていないので、はい、この二人をすると勝ちます。まあ他のグレーが僕とかジャンキシとか疑うんであればまた話し合います。ジャンキシさんは疑ってます。大浜さんはなくはない。大浜さんはわかんないです。あ、僕は大浜さんが人間だと思ってます。ジャンキシさんはまだあると思ってます。ジャンキシさんは発言と、
発言というか、投票状況とかは人間らしいと思うけど、発言に関しては人狼でも言えることしか言ってないと僕は感じているから、みんながジャンキスさんを人間らしいと言ってるのはどこなのかが聞きたいです。はい、むしろ、僕の目線で説明します。僕が人間らしを、まやちゃんが人間らしをした意味がそこにあって、結局ジャンキチは決め打って僕の偽を完全に切って、僕を偽で切って、ヒロキさんを偽で切るっていう発言をしてるんですね、うん、それって僕の白情報をもとに石橋さんを決め打つって言ってるんですよ。で、石橋さんって狼目線、真の霊媒師なんですね。僕狂人で、ヒロキさん人狼なので。なので、それを決め打つっていう要素がジャンキチさん目線だと危険すぎて、かつマヤちゃんが、自分が人間をもらっているっていうので、そもそもまあ割とその意思が介入してるとしたらジャンキチさん不利なポジションだと僕は思ってたんですよ。ただそのジャンキチから人間要素を拾ったので、僕はジャンキチを疑ってないです。その部分に関しては、浩平さんも含めて、ジャンキチさん、大浜さん、僕、大将の5人、この5人の中で白取りができれば勝てるという状況だったので、人狼はむしろそのタイミングでギアを入れてると思ってます。僕はゆったりしてる大将さんの方が人間らしいと思ってました。じゃあ篠さん一ついいですか。私がマヤさんから初日投票、通常投票を喰らい、そしてマヤさんに3票目を重ね、決戦投票でも予言使用したところに重ねる意味がありますか。そこに関してはまず1個起点が、マヤちゃんからの投票だったと思ってて、そのマヤちゃんの投票って僕もハテナマークだらけだったんですよ。わかります、はい、何かあると思いますって予言者で言うわけがないと俺は思っちゃってて、その部分を、人狼仲間だからこそそこで切れるっていうのは、そこで踏ん切りつけるっていうのはあると思っちゃってます。でもジャンキチさんが絶対に人狼だっていう風な、推理で動いてるわけではないです。まあ、ただ僕は大浜さんは人間だと思います。優先順位をつけてほしいです。どの順番か。人狼だと思う順番です。霊媒師も含めてでいいです。人狼だと思う順番。人狼だと思う順番です。霊媒師は神経だと思ってます。バッシーさんが本当に本物だと思ってます。で、ちょっとの差で僕はジャンキスさんだと思ってます。どちらかというと1位は、でも2位が、大将さんで、だいぶ下がって、大浜さんだと思ってます。俺ちなみに篠さんが人狼だ。じゃあ今日僕にしましょう。今日僕だったら、飲めますね、みんな。僕は結構飲めるけど、ただ篠さん行った後、翌日大将が超終わんなかったら超頑張る。頑張る頑張る。僕は大将さんのことを信じれるし、大将さんの方がまだ人間だと思ってるから僕釣りでいいです。僕釣りでいいです。怖いな。一応バッシーさんにお話を聞きませんか。聞きたい聞きたい聞きたい。スリラブルールさんと、はい、シノさんと大将さんで終わると思ってたんですけど、うん、シノさんスリアルルールってね、あれですよね、どのタイミングでも人外使用していいんですよね。いいです。人狼です。じゃあ僕に投票してください。以上です。あ、なるほど。これは北海道にいる東っていうプレイヤーの真似です。あ、そうなの。はい。東が大丈夫。いや、頑張ろうとする。ジャンキさんはすごい人間だと思ってたんですが、うん、ちょっとこの二人に、ちょっと篠さんと大将さんだったら大将さんで、まあその次に。でも僕人狼なんで。マシーさん、話していいですか。はい、岡田さん狂人ですよね。はい、マシーさん本物ですよね。はい、3、4目で出てきた、ヒロキさん人狼ですよね。ヒロキさんがバッシーさんを殺そうとしましたよね。はい、で、私はそれをやめて、マヤさんに行こうって言ってて、ヒロキさんが霊媒使用してるんですよ。どうして渡してくれなりませんよ、バッシーさんの目線だけは。はい、だから、じゃあ、オカマです。じゃあ、人狼の場合って多分、バッシーとの牢牢。そうですね。それだったら、ゼロではない。ただ、今のは今のと思ったり、ご覧の皆さんは誰が人狼だと思います。私は人狼使用しました。大将さん、篠さん、大浜さん、ジャンキスさん。先に言っておくと、ゲームが続くということは僕は人間だということです。そう、つまり誰と人狼で言ってんで絞ってるとかある。もし人間だったパターンは一応考えてるんだけど。だからさっき言った通りです。僅差でジャンキスさんが1位、2位が大将さん、だいぶ下がって大浜さん。いや、僅差だったら、僅差だったら頑張ってくれた方が助かるさ。もし私が人狼だったら、バッシーさん絶対人狼ですよ。私はヒロキさんをずっとぶっ殺しに行って。あ、そう誰もでもヒロキの信を下げたのはジャンキチなんだよね。はいはい、バッシーさんをまず殺さないといけない。私は殺せないから、このタイミングで。最終日じゃないと無理です。花房を信じて、まやちゃんに投票した大浜さんが未だに信じられなくて、花房のあの信用のタイミングって、花房からしたら偽要素だと思ってるんですよ。単体偽で、まやちゃんの方が偽物に見えたっていう主張だとは思うんですけど、いや、花房にも偽物要素あっただろっていう話を僕はずっとしてたんですよ。あったけど、ヤシー・シオって出ねえ。
いや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 、それは矢島さんが 100% 狼だと思って花房さんが白を打ったっていう可能性が僕はあると思ったので、あの出ても白しか出ないと思いますよっていうことは初日にも言ってる。どうしよう、まあ、ゆえに大浜さん人狼はあると思ってるだろ。大将さんも白い要素が欲しい。ええー、めちゃめちゃやってるけどな。話し合いはそこまでです。一応ですね、ルール上の確認をさせていただくんですけども、村人の人狼狂人カミングアウトはこれはルール上、スリアル村ルールでは OK としておりますという形ですね。はい、それでは、投票を行ってください。白アピカ、わかんないな。初日から言うと、マヤさんのことは僕の1個前がマヤさんで、投票怪しいなと思ったから何かあるよねっていう風につついてます。でさらに、それはな、微妙だもんな。占い残した2日目は占い師残したいから霊媒師に行きましょうっていうことをずっと言ってました。で、3日目は一番最初に投票でひろきさんに行ってます。うん、ぐらいかな。白い予想さ、なんだっけな。石橋さんが、矢島さんのことを白だ、怪しいと初日言ってたけど占い師から白が刺さってるけどどう思ってますかとかいう質問もしてるぐらいかな。はい、まあ、そうです、合ってます。人狼使用してるんでね、僕に投票するのが正解です。僕は、バッシーさんを絶対に本物だと思ってます。2人の霊媒師よりも、よっぽど誠意ある行動してくれてて、議論姿勢も、その霊媒師のそれでしかないと思ってます。だから僕は、今日地釣りが飲めます。はい、その上で僕は大将さんが、悠長に構えている人狼には見えてません。だから、僅差でジャンキチさんがあのタイミングで人狼の方が動くと思っているから、ジャンキチさんが人狼だと言っています。はい、投票はゴタさんに。いや、投票をしますダメです、私はダメだ、投票してしまう。シノさんに投票をします。バッシーさんが本物なんですよね、ヒロキさんが人狼なんですよね。ヒロキさんがバッシーさん釣りを誘導したところを私は止めて仲間の人狼であるマヤさん釣りに誘導した。そしてヒロキさんが霊媒師としてカミングアウトをした。そして私はヒロキさんが偽物だと言って殺した。そんな事実は存在しません私は村人です。どうします、しのさんに言います。俺は大将さんは俺のこと疑ってきてるんだけど、俺大将さん結構村だと思ってんだよね。大将さんが人狼だった場合、しのさんが間違ってジャン吉を疑ってる方に乗っかった方がいいんだ。俺の票を取り入れた方がいいと思ってる。でもそれを固くなりしないあたりはあまりラストウルフの動きには見えない。ただしのさん釣った翌日は続いたら俺は大将に入れてしまいそう。投票します。大浜学に投票します。大将さんは初日に一番最初に、疑うところを挙げたと公平が評価して人間らしいというふうに言われた人です。でその時にボソッと言ったのが、いや僕意見いいねって言われたから言っただけですけどね、フフって言ってて、まあ僕はこの人柄が好きです。この大将の心が清い、あなたは政治家人狼をやった方がいい投票します。シノさんに投票します。まあ勇敢な人狼だったんでしょう。自分で言って、でマヤちゃんのこともよくよくかばっていました。優しさのある人狼だったんじゃないかなと思います。ただこれで終わらなかったら、ちょっと北海道行ってお説教しないといけないかなそういう関係。投票します。僕もシノさんに投票するつもりでした。ちょっとこれだけ人間っぽくしたら最終日までね、まあ、人狼だったらここで殺した方がベストだと思います。はい、投票の結果、本日処刑されるのはシノさんです。遺言を残してください。はい、まずはですね、人狼しようという本来はやるべき行為じゃないことをしてしまったことを、見てる皆さんにも謝りたいと思います。ただ僕は、この推理が村に届かないと思いました。どうやってやっても。だから、僕の意見はこうだということを伝えるための、最善の策は尽くしたと思っております。まあ、結果ね、ジャン吉が人間だったらマジでごめんなんだけど、ジャン吉くんの方が、人狼だと僕は推理したにすぎません。僕は、処刑されていって、もしこの二人に、本物がいると考えてくれるのであれば僕は人間になりますね。その上で、どういうふうに考えていくのかというところを、思ってください。はい、
悔いは全くありません。ありがとうございました。それでは志乃さんを処刑した結果、この村には夜がやってまいります。それでは天国ルームに行ってらっしゃい。やりよったな志乃。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は矢島さんです。それでは矢島さんをご移動お願いします。それでは話し合いを開始してください。5分です。隠しろいなくなったの。ありがとうございます。あれジャンプして初日まやちゃんとの投票は入れ合いです。大将しか入れられないよこれ。だから俺も戦うなら大浜さんです。え、では今日戦った方がいいと思います。ちょっと待ってください。はい、んいや、シノを説得すべきだったな。今日は、はい、違います。バッシーさんと大将さんの2択です。シノさんが、あ、それならいい。シノさんが人狼で死んでいるパターンで、バッシーさんが人狼に残っているパターンだけ一応なくはないので、今日はこの2択です。大浜さんはね、追えないじゃん。その場合は、ヒロキさんが狼で、イサさんが狼で出てるのにヒロキさんが出たってことですか。え、待ってね、いや違います。その場合はヒロキさんが本物で、小田さんが狂人で、バシさんが人狼で、シノさんが釣られてしまったパターンは存在をします。あ、そういうこと。はい、ヒロキシーンを追ってると。ヒロキシーンを追ってる。一応要は違う、そのパターンがないと大将さんゼリーになってしまうので、そうね、パターンとして提示できるのがそれしかないです。あ、そうなんですか。大浜さんそれだけ人間と信じてる。大浜さんの人狼はね、追えないですね。マジで言ってるか。僕はジャンキさんの方が追えないし、霊媒で言うと僕は五反治さんの方が死んだと思ってるので。五反治死んだと思うの。なんでかっていうと、ジャンキさんから芯切りますって言われました。狂人だと思ってるんですよね皆さん。ってことは一番最初に釣られてよくないですか。その最初はずっと白って、マヤさん白ですってずっと言ってて、ジャンキさんから芯切りますって言った段階で黒ですって言うってことは、狂人だったら僕はしないと思うんですよ。そのまま釣られればいいと思うんです。僕のせいでヒロキ死んでるからね、狂人。僕のせいで。え、違いますか。僕はそうだと思います。合ってる。五反治は誰人狼だと思ってる。大浜さん。マヤちゃんが人狼だったにもかかわらず俺なの。マヤちゃんが人狼だったから大浜さんだと。だって別に絶対大浜さんに。大浜さん自分で言ってましたけど、決戦でしか入れてないですよね。議論でもめちゃめちゃ殴ってたけど。それは2日目。投票は1日目殴ってましたっけ。1日目は殴ってた。あ、ですよね、はい。じゃあ大将の白い要素はどこにあるの。人柄てか、あんま使いたくないですけど、昨日の段階で志乃さん、大浜さんに言われます。一番最初に今日、霊媒師に絶対芯がいると思うなら僕と志乃さんで、あ、大将と志乃さんでいいよねって言った時に、僕が一番最初に釣り飲みました。ラスヌルでそれしますかっていうのを、あんま使いたくないですけど、それぐらい。じゃあ反証するんであれば、僕は霊媒ローラをしていって、志乃さんは俺を絶対疑わないと言っていた。最終日俺大将志乃になった時に死ぬのは誰ですか。大将です。僕は多分死なないです。あ、ヤシノさん別に俺のことを結構城で見てたと思う。いや、ダントツで俺が抜けて白いと言っていましたね。これは客観的事実です。アッシーさんも僕は大将さんだと思ってるんですけど、まあ今日釣られるわけにいかないから、まあ僕に行きますよねって感じ。大将さんか、まあ、あの二人を残すと、俺はあの二人から投票を明日もらってしまうので、もうジャン吉、バッシーが老老とかだったらしょうがないかな。どうやっても勝てない。これいや、そのパターンはヒロキさん自身の場合だけです。私と大浜さんに投票する気持ちがある人は五反治さん以外にいますか。いないなら絶対にもう票集まらないんで、この二人の話は残念ながらやめるべきです。別に、明日いや、じゃあ明日でいいです。明日じゃあ五反治さんが多分残ります。俺は五反治さん死んだと思ってるんで。はい、まあ、ちなみにさらにちょっと自分の白要素を加算しておくんであれば、初日に噛まれたアンジャ戦は大浜さんのことは白いと言っていましたね。言ってた、言ってました、ね、僕のこと白いと言ったのはジャン吉、シノ、アンジェ、その3人です、で僕のことを疑う人も何人かいました。その中で僕のこと白いという人を深く噛む理由が全くない。それはそうだ、ね、怪しいと言ったのは僕ですね。アンジェさんは石橋さんに対して、偽の可能性があるっていうのを主張した瞬間襲撃されたっていうふうに僕は認識してるんで、意見紙ではないとは思ってます。ちょっといいですか、今この時点で一番喋ってないのはバッシーさんだと思っていて、私は今日バッシーさんに投票するつもりなので話を聞きたいです。僕ですか。現状です。はい、僕ですか。はい、そうです。僕はてっきり結構芯も取れてると思って、安心してたんですけど。全力で喋ってください、お願いします。はい、いやー、普通、まあ僕グレスケっていうんですか、順番しか考えてなくて、もう大将さん、ガクちゃん、
ごめんなさい、私ジャンプで、それはあの昨日から変わってないです。昨日はあの結局篠さんに入れましたけれども、まあ、篠さんと大将さんで初日から投票先聞いてもいいですか。ごめんなさい、矢島さんに2票目、僕はだから霊媒で自分に票が入るの無駄だから、霊媒 CEO を2票目でしました、はい、でその投票先は矢島さんでした、はい。今日五反寺のも飲めるようになってきて、ジャン吉がバッシーを釣り寄せる理由が全くわからない。バッシーが死んだった場合、五反寺を強人だと思ってるんだからほぼ負けになるんだよ。その思考は合ってると思う、うん、いやだからこっちが正当だと思ってるんで、他のそうバッシー陣の切れてないってこと。五反寺さんを釣る必要はない、うん、俺は白だから ただ釣る必要がない。え、バッシー死んだったらどうする。ただ人狼がわかんない状態で進むところなんで、五反寺さんが釣る理由がない。で、僕が人狼を把握してないでしょって言ってます。いや、さすがに五反寺は俺のことを人間だと思ってる、狂人だと思ってるよ。いくらそんな人間要素あったか。話し合いは終了となります。それでは投票を行ってください。結構白要素は喋り尽くしたかなと思ってて、五反寺さんのやっぱり白要素は今日も、新要素は今日も言った通りで、石破さんで引っかかってるのは、再三言ってますけど、矢島さんを初日でずっと疑ってたのに、2日目に花房さん真、っていうのが見えてからの、だからそこの思考の転換が分かんないっていうのが一番最初にあります。単体で真って思ったのかなって思ってたんですけど、なんかそこの弁明はちょっとなかったので、うんっていう感じです。で、うん、そうですねぐらいかな。主役結構喋り尽くしたので、石破さんに入れます。投票をします、うん、敵で確定しているところにやはり投票はしますね。石橋さんに投票はします。まあ、大浜さんが怪しいと思ってるのは、まあ、やはりそれほど私にとってマヤちゃん投票が衝撃的であったということです。大浜さん目線で自分が疑っているところの両サイドで、要は花宇佐の両サイドが怪しいと言ってて、花宇と意見が合わないっていうところで、花宇佐が白出ししたで納得した、でマヤちゃんの方が怪しい、じゃあマヤちゃん投票するっていう投票行動が怪しいと思っただけです。大将に人狼の可能性はあります。投票します。ちょっと僕に票2票も来ると思ってなかったんですが、っていうか五反寺さんがちゃんと推理したら僕に票入れるって、おかしいと思うんですよ。まず霊媒結果が、一緒なんで、五反寺さんと僕の視点って一緒だと思うんですよね。なんでそれで、ここにグレーに、いるはずの狼に投票しないで私に投票来るのはおかしいと思います。狂人だから、霊媒を釣りたいだけなんじゃないですか。大将さんに投票をしましょう。五反寺さんのことを信じましょう。五反寺さんのことを狂人として信じましょう。ごめんなさい、五反寺さんのことは絶対に狂人だと確信をしています。はい。そしてこのタイミングでのバッシーさん投票、うん、バッシーさんのことを本物と思っている狂人なんでしょうっていうとこかな。バッシーさんのことをここまで最後になって疑った理由は、ヒロキさんを釣った日に2人とも、シノさんも大将さんも2人ともヒロキさんに投票しているからです。大浜さん、あとは任せましたよ。大将に入れます。投票の結果、本日処刑されるのは大将さんです。遺言を残してください。いやー申し訳ない、ちょっと白要素全然、めっちゃ喋ったと思ったんだけどな。村勝道は五反寺さん死んで、霊媒の打ち上げが新郎新郎郎で狂人が潜伏しててどっか死んでるぐらいかな。で臭いのが松山さんぐらいかなと思ってて、僕は9人日で、騎士じゃない、騎士いないでしょって言ったのは、松山さんから結構な騎士臭を感じて、釣られる時も占いの心眼が決戦投票の時にも占いの心眼が分かんないから僕釣りでいいですよって言ったのが結構な騎士臭とがあったので、僕は騎士はもういないでしょっていうふうにあそこで発言しました。まあ結果出てきたけどね、小平さんが。いやーごめんなさい、ちょっと八代亜紀が喋んなかったっすね。はい、すいませんでした。
それでは大将さんを処刑した結果、夜が来ます。おやすみなさい。それでは天国ルームに行ってらっしゃーい。行ってらっしゃい。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はジャン吉さんです。大丈夫。それでは話し合いを開始してください。3分です。我らの勝利や。ひろきさん死んだの？いや、え？いやこれね、これ俺昨日石橋さんに投票したじゃないですか。あのひろきさんのタフプレーが結構ありえて、あの言わなかったんですけど、要は石橋さんが人狼で、まあ、狂人がさっきその大将が言ってた通りで、多分ラストウルフ石橋さん、いやいや PP じゃないんだよ、バッシーしかないんだけど、僕たちは花尾さんの指導なので、バッシーさんも大浜さんに入れるしかないですね。僕は狂人と信じて大浜さんに入れるしかないです、うん、あんまり喋んなくてごめんね。まあもう入れる先は決まってるので特に喋ることは、占いが初日に噛まれた池田さん、うん、うん、だと池ちゃんが初日に噛まれていて2日目に全露呈、全露呈なので、うん、それだと答えが出ましたね。それで大浜さんには僕は入れるしかないです、うん、はい以上。よかった。はい、あ、そのパターンなんですよ。ん、うんうん、どっちにしろ僕は大浜さんに入れるしかない。はい、はい、で、ボタン字目線バッシーがローだとするともう終わっちゃってるんだよね。だってひろきさん、ローいやだってひろきさんローって言ってて、まゆちゃんのこともローって言ってるんですよ、あなたは。うん、で石橋さんならラストウルフでしょ。ああそうか、で花尾さんは狂人で、あるなら大浜さんを人狼を石橋さん狂人ですよ、うん、まあそのパターンだったら五反田を釣れたら狼の勝ちなので、まあそう、まあ、うん、え本当に死ぬの僕が、うん、死に見えます、うん、じゃあ大丈夫、うん、じゃあ五反田さんに入れよう。いやいやいや、これはもう抗えないかな。うん、え、マジでそうなの？人狼じゃ PP しないんだ。いや、わかんねえな。どっちなんでしょうね。さて、僕が狂人でしょうか本物でしょうか。大浜さん、当ててみてください。え、狂人だと思ってるけど、まあ、でも真だと思ってバッシーに入れてくれと言うしか僕は勝ち筋がないので。まあ、そうね。うん。僕は人狼ではないので、ご単純に入れた瞬間に僕の負けは確定するので、まあそうね、まあ、バッシーに入れます。としか言いようがない。あ、やばくないな、やばくないな。頑張りましたね。そう。それでは投票を行ってください。はい、バッシーに入れます。投票します。よくわかんないな。先に入れるのが良かったかわかんないけど、僕の勝ち筋はこれしかなかったです。私は狼なんです。なんで大浜さんに入れます。いやいや、おかしいな。石橋さんが狂人だったら絶対僕に入れるべきだもんね。いや、わかんないのか、それとも。ひろきさんが本物だと思ってんのか。僕目線の話をします。ちょっと時間取っちゃうんですけど。いや、本当に大浜さん人狼の、
石橋さん狂人だと思ってたんです今の今まで。そういえばひろきさんはそういうのあるなと思って、あの石橋さんが、まあ、要は新郎老老新郎新郎出てて最後にひろきさんが飛び出してきたっていうパターンも考え直したんですけど、大浜さんが人狼で僕にその言い方をして、いやもう分かんないです、ごめんなさい、もう分かんないです。いやごめんなさい、石橋さんは狂人でも僕が人狼ですって多分言うんですよね。あ、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。え、マジでどっちだ、いや、マジでわかんねえ。あ、ほんとごめんなさい。石橋さんの投票は狂人ではないでいきましょうか。石橋さんに投票します。どっちだろうな。それでは投票の結果、本日はバッシーさんが処刑されました。遺言を残してください。そうですね、ちょっと薄い勝ち筋を追って最終日まで来たんですが、うん、ちょっとね、僕ももうちょっとね、やっぱり話せないといけなかったなと思います。はい、あ、こっちこっち見て、はい、どっちでしょう。マジでわかんない人でしょ。同じチームの方、すいませんでした。それではバッシーさんお座りください。この時点で決着はつきました。本物の霊媒師の御丹治さんと、はい、人間の大浜さんで人間チームの勝利。ありがとう、ありがとう、ありがとう。大浜さんごめん、ずっと振動って言ってて、ごめん、ずっとマジごめん、マジごめんなさい。いやいや、ありがとうございました。よ、よ、粘ったね。さあ、それではですね、早速役職の確認をしてまいりたいと思うんですけども、役職非公開でしたので、ちょっと長くなりそうなので簡単にですね、自分の役職と、まあ、一言ぐらい感想を言っていただければなと思います。では、いやー、ジーマンさんからいきましょう。いやー、ジーマンさんは、石橋さんが本物だと思っていて、ボタン氏だけは本当に偽物だった村人でした。ひろきは人狼でした。ゲームプランを石橋さんに託して偽で死んでいって狂人と一緒に決め打ってもらおうと思ってました。石橋さん、それを最終日まで、遂行してくれて、最終日まで行ってくれた石橋さんにありがとうって言いたいです。はい、楽しかったです。ありがとうございます。それではバッシーさんお願いいたします。はい、石橋はすぐ釣られるはずだった、まあ、自分が最終日に、はい、途中から勝ち筋は狂人を噛まないように噛まないようにっていうプランしかなかったんで、まあね、ちょっと途中大浜さんがね、途中で狂人かなと思ったんだけど、でも霊媒全ロラって言ってたし違うかなと思いながら、もう誰も狂人いねえって思いながら勝ち筋を追いました。はい、うん、ありがとうございました。それではバッシーさんじゃないわ、池田さんお願いします。あ、はい、アンジェリック池田は、そうですね、作戦提案者のひろきさんをめっちゃ、いや、なんかね、みんな白気してたから、そんなん絶対あかんって話をして、で、バッシーさん、いやもうめっちゃ怪しいって話をして、で、ガクちゃん、ジャンキさんを、そうですね、なんか怪しいって話をしてて、あ、ガクちゃん人間だし、村そう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 、村っぽいで、ジャンキさん怪しいって話をしてた巨人です。巨人じゃないかも。真っ先や、役職あるし、こいつ巨人じゃないか。
そうですね、池田さんが唯一多分バッシーさんの霊媒にしてみたいな発言をしましたで最高霊媒に見えそうですよそれでは、ボリボリさんお願いします。はい、私は初日に釣られた人間です。惜しかったよね、お前さん。惜しかった、びっくりした、びっくりしたのもあるんですけど、多分この村に多分残ってたとしたらなんだこの村と思いながらすげえ多分分からなかったんだろうなって、まあ、最終日に確かにあの状況になったら分かるかもしれないんですけど、なんかすごい、なんかみんなすごいなと思いました。この人狼は見てて面白かったです。ありがとうございました。それではジャン吉さんお願いします。はい、人狼ビレッジのジャン吉は、村人でした。はい、初日とか序盤は良かったんですけどね、ヒロキさんにやられましたね。素晴らしいカミングアウトでした。それでは、はい、どうぞ。はい、大浜さんお願いします。もう何にも分かってなかったね。なんなら、最後、大将とバッシー、大将とバッシー2票2票にしたときに、あ、ジャン吉が人狼だったのかと。ジャン吉人狼で、ボタンジが狂人で、あ、村と本物どっち殺しても勝ちだっていう、あー、その投票が終わったわと思ってたら、翌日噛まれてて、え、なんだこれって。個人だと思ってるんで、あ、そういう PP か、あ、そっちバージョンかって絶望してて、もうえ、これ、わかるの？なんだけど、最後の投票で、あれこれ本物なの？あ、ちょっとタイムシフト見るわ。いいゲーム。あ、すいません、ありがとうございました。それでは、しのさんお願いします。はい、札幌人狼一座長のしのは村人でございました。しのさん、新郎新郎郎ですね、結果すごいですね。僕、大将さんをあんまり疑えてなくて、大浜さんはもっと疑えてなくて、だからジャンキチとかなってたんだけど、ジャンキチ人間だよね。ごめんね、ほんとね。そして、ゴタさんも本当にごめんなさい。めちゃめちゃ頑張ってくれたおかげで、ゴタさんが残ってくれたおかげで、最後まで行ったと思うし、この回に名前をつけるとしたら、もう完全に大浜ドッキリ回ですね。そう、ほんとそうだよ。俺人狼だっけってなっちゃうから。マヤさんお願いします。はい、松田マヤはゴー人狼でした。まあみんな知ってるでしょうね。サンクロ出てるから、さすがに偽物だよ。多分ですね、スリロロ村で唯一確定全役職から狼って言われたのは多分私だけですね。しかもこれ2回目ですね。いや、すいません、ただすごい面白くって、私ひろきさんが出られた瞬間に、うわーすげえ熱い熱い熱いと思いながら、ちょっと待って、ご誕生さんって狂人かもって思ってたけど本物みたいな、そういう感じもあったりで、ちょっと狼側としてもすごくなんかドキドキワクワクするゲームでした。いや、皆さんありがとうございました。仲間の狼さん、すみません、先に死んじゃって申し訳ないです。ありがとうございました。それでは大将さんお願いします。はい、大将は村人でした。いや、結構なんか序盤なんか作戦あったんですけど、白い人マジ見つかんなくて黒い人しかいねえここの村と思ってで、なんか黒い人あげてっていう感じですね。で、途中で篠さんともう村々ラインでよくないみたいな話までしてたのに釣っちゃったのがすごく申し訳なかったなっていうのと、まあ、ごたじさんのプレイングで、まあ、ジャンキさんが結構白受けたなっていうのは僕があったので、まあ、そこすごい良かったかなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございました。それではごたんじさんお願いします。はい、ありがとうございました。私ごたんじは狂人ではなく霊媒師でした。あと、ですね、村人の人たちが僕を狂人っぽく見えるのはちょっと普通でした。いや、僕実は人狼、僕バッシーさんを狂人だと思ってたんですよ。で、最後ひろきさんを釣って僕の方を狂人に見せて勝ってやろうと思ってたんですよ。なのでちょっと狂人っぽく振る舞ってるので、狂人と誤認するのはまあ普通なんですよね。なのでそれは僕のせいで、自分のせいで面白くなって自分で自分が苦しんだ。僕は PP が最後起こって早く終わんねえなと思ったら、ヌルヌルやってんなとか思ってたら、これほんとガチなやつ？やり直しでした。すいません、最後の時間がありがとうございました。楽しかったです。みんなそう思ってる。
じゲームそれでは浩平さんお願いします。はい、浩平はキッシーでした。素晴らしい。初日ものすごく護衛先悩んだんですよ。多分まやちゃんほぼほぼ芯切られてるってか切ってたので自分も花瀬さんが即抜きされるかなと思って守ってしまったので守るよね。守れなかったです。でも篠だもんね。そうですね。たまないね、初日はね。で、シシオン対応めちゃくちゃ悩んでて本当は次の日出たかったんですけど、まあ、疑われてるししょうがなく出たって感じですね。まあでも勝ってよかったです。ありがとうございました。さあそれでは最後は、この五谷さん白結果結構なんかこのゲームを印象つけたのかなというところで花瀬さん最後お願いします。はい、花瀬さん占い師でした。そうですね、基本的に僕占い師で、まあ、持論とか考えとして霊媒師は占われるべきではないっていうみたいなちょっと考え方があって、まあ、そう教えてるんですけど、今回ばかりは僕がご担当が占ってたからなんか村勝ったみたいになってヒロキさん釣ってバシーさんがヒロキさんにしろと言ってご担当君狼って言われたらご担当君が釣られてた可能性が高くて、でバシーさん新決め打たれてて村負けてたと思うので、結果的になんか僕としては霊媒占っちゃったと思ったけど、それがなんか勝因になったことがやっぱ人狼ゲーム複雑で奥深いなと思いました。勝てて嬉しいです。ありがとうございました。はい、ちなみに噛まれた日は誰を？あ、浩平くん。なんかもうここからここまでみんな人間に見えちゃってもうなんか身内切りしたんでしょやばいやばい、噛まれてなかった。みんな人間ですか？みんな人間ですか？人間だから全員いねえから。ダンサーさん守るの意味なかった。いやしかし視聴者の皆さんもですねめちゃくちゃ難しかったゲームだったと思ってコメントも大いに盛り上がってたんですけども見事2戦目は人間陣営の勝利です。おめでとうございます。はい、ということでですねここでゲームはまだ終わらないんです。あと2戦もまだ2戦、はい、まだ2戦もあり時間もまだ19時なんですね。まだ19時。はい、残り2ゲームですね。まだまだ登場してないスペシャルゲストの方もいらっしゃいますのでぜひ引き続きご視聴いただければと思います。ではですね2ゲーム目ちょっと、写真撮影等もありますのでちょっと長引くかもしれませんが今のうちにですねいろいろと、視聴者の皆様も準備をしていただければと思います。では皆さん、3戦目の準備してまいりますので少々お待ちください。天国ルームにはかわいい子が今スリーフェンとかって男しかいねえ。川崎さん